ゴールキーパーは大西、スリーバックは八木下、近石、美濃田、アンカーに前澤、右サイド音泉、左サイド安藤、インサイドハーフ山内と夏に加入の鏑木美月が今日は初スタメンとなります。ツートップは佐藤葵と佐々木海、ゴールキーパーは吉丸、最終ライン右から森リータ、野津江、大森、鈴、アンカーに出場停止明けの上畑が戻ってきました。インサイドハーフは大関と針ヶ谷、ワイド右に沢上、左に森光太で、3トップの中央に矢島喜一が今日は起用されています。上畑縦に出した、もう一度戻して右足でクロス、ファーサイド、シュートはここはポストに当たっていましたか。この位置からクロス、ファーサイド走り込んだ森の右足、このボールを森光太、大関後ろから一気に前へ、胸で落として森光太につながる、一気に前に行きます。中に入ってきているのは沢上、針ヶ谷もいる、一度切り返してシュートできた、ここはセンターバックに当たっていました。センターバック左の美濃田からボールつながる八戸、カブラキ、山内やカブラキとつながって佐藤葵は左サイドの山内へ、山内が低めのクロス、こぼれて佐々木の左足はキーパー守った。サイドを変えて左の安藤、仕掛けて左足のクロス、ファーサイド流れる、拾った佐藤、下げて前澤のシュート、右サイドポストでした。先ほどのチャンスの展開です。頭で折り返したボール、クリアが甘くなって佐藤葵が拾いました。森光太、大関、前を向いたところ、出した先にも森が再びいる、切り返して右足のシュート、左手でブロックした、ナイスセーブ大西。森の狙いすましたシュートを左手で防いできました。ここ大関のいいパス、つながった森光太、中央ヘッド、ここも左手一本防いでいきました大西です。両チームともに最後の守りをしっかりと締めています。沢上のヘッドでした。セットプレーのチャンスが続きます。福島、今度はニアサイド、ここもゴールに迫ってきていました。187センチの矢島喜一、ニアに入れたボール、切り返して中を伺う大関、ここは仕掛けには一度後ろに下げるボールになりました。左足のクロス、鈴、胸で落として森光太のシュート、ここなんとか止めたか、枠は捉えていましたがよく守りました八戸。プレッシャー奪う、いい形で奪った、左足の速いクロス、佐々木もう一度行くサイドネット、クロスからのいい形を作りました八戸。悔しがる佐々木海です。利き足の左でのクロス、佐々木も右足に当てていましたが、ここはキーパー吉丸もうまく守りました。キープする、中を伺う、もう一度折り返すがここを守りました福島、しかしもう一度拾った、右足で打ってくる、ここもクロスバー当たっていたでしょうか、わずかに外れるシュートとなりました。前澤、右足振ってきました前澤です。安藤が左足で右サイドの音泉を狙います、胸で落として切り返す、中に入ってきた、左足で打ってきた、ゴールのわずかに右でした。
ここうまく切り返してマークを外したんですが、また一気に前に出してくる。右サイド音泉が追いかけますが収める。八木下クロスを入れる。中央でのヘッド、ここはキーパー吉丸が見事なセーブを見せました。仕掛ける右足振る。ここは前をブロックしていました。ただまだボールをキープするのは福島です。シワマ仕掛けて左足、ボールコースが変わって、そしてこぼれ球打ち込んでいった。先制福島、押し込んだ形から見事に決めてきました。ここ一度下げて中に入ってきたところ、左足で打ったボール最後詰めていたのは清水でした。2試合連続ゴールということになります。前節も終了間際の劇的なゴールがありましたが、少しこれコースが変わったでしょうか。大西右手で、ボールこぼれたところ、最後は清水和真さん流し込みました。さあ今目安の4分になりました。ここで長い笛が鳴りました。後半得点を奪った福島が勝利、これで連勝ということになりました。プレーオフ出場圏内に向けて貴重な勝ち点3獲得、アウェーの地で見事な勝利を収めています。